愛媛県立松山北高等学校は愛媛県松山市文教町にある県立高等学校。本校校舎のある地域は愛媛大学、松山大学などが集まる文教地区である。本校生徒のほぼ100%が大学、専門学校へ進学する。私立北与中学校時代の1924年から約6年間日露戦争で功績を挙げた陸軍大将。 秋山義古が校長を務めた。秋山は毎日馬に乗って学校に通ったという逸話がある。校則は厳しく、月に1回服装と髪型についての身だしなみ検査が行われる。身だしなみ検査では、前髪が眉毛にかかってはいけない。瓶の部分は耳の中央の長さ。後ろ髪を指2本で挟んではみ出てはいけない。スカートはちょうど膝にかかる長さでなければならない。 セーターが制服からはみ出てはいけない。爪は長くてはならない。靴下は白のものでなければならない。ハイカットの靴は禁止。眉毛を剃ってはならない。明るい色の下着をつけてはならないなどといった厳しい基準が設けられており、検査のたびに全ての項目に対してチェックされ、髭の長さも厳しく注意される。自転車置き場校長室の秋山義古の書と肖像。この像が 秋山吉古生誕地にある銅像の復元モデルとなった愛媛大学から見た松山北高校第五教棟、湯山地区にある約7ヘクタールの学校林。これは昭和19年に北与中学校時代の先輩たちの尽力によって購入されたもので北都林と呼ばれている。杉や日の木を植林し始めたのは昭和32年からで以後毎年6年間にわたって 合計約4万本の苗木が植えられた。これらの植林後、在校生が毎年北鳥へ出向き、1970年代までは下草がり、1980年代以降は干ばつを続け育林してきた。ありがとうございます。